今朝鳥島の近海で発生した地震によって発表されておりました津波注意報ですけれども、12時にすべて解除となりました。一方で若干の海面変動の情報がまだ出されております。現在この青く塗られているエリアの沿岸ですけれども、若干の海面変動の情報が継続されております。津波注意報は解除されたということになりまして、この後特に被害の発生の心配はないんですけれども、一方でこの青く塗られているところ、まだ20センチ未満の、この潮位の変化というのが続く可能性があります。おおむねこの後半日程度、つまり今日いっぱいはこういった若干の海面変動が続く可能性があるエリアがまだ残っております。引き続きですね、海水浴ですとか海の中に入っての、作業などについては控えるようにしてください。このように、今朝 この地震そして津波ということになったんですけれども、この鳥島の近海ではですね、今月の2日以降地震活動が大変活発化しております。この7日間に発生した体に感じない地震も含めての震源を見てみますと、鳥島がありまして、その南側に多数の地震が発生しているのがお分かりいただけるかと思います。で、今回の地震のマグニチュード、つまり規模はですね、気象庁まだ不明というふうにしております。地震の規模がまだ分かっておりません。一方で、かなりの広域で、津波が観測されたということがありまして、マグニチュードは結構大きくないとですね、今回のように、小笠原から伊豆諸島、千葉からトカラ列島にかけて、津波が観測されるようなことはないんですけども、そこまでの大きな地震ではなかった可能性もあります。この鳥島の近海というのはですね、例えば1984年ですとか1996年など、いずれもマグニチュード6前後でやはり広域に津波が及んだ事例があります。今回と大体似たようなエリアに津波が来たというような事例が、数十年前には、実際にありました。で、この時言われておりましたのが、マグマが、この海底部分をですね、地中にあるマグマが海底部分を押し上げて、それが津波になった可能性というのも説としては、言われております。今回またそういったことが起きたということで、起きたのがどうかといったことまでは分かってはおりませんけれども、比較的規模が小さな地震でも、過去そういった事例がありました。この鳥島という島自体がもう火山ですので、この辺り地下にはマグマがあるような、ことが想定されます。まだこの辺り、原因も分かっておりません。ただ一方でですね、この1週間こうやって地震が続いているということがありますので、引き続きですね、この後の地震の、活動、そして、今回と同様、揺れを感じないのに、いきなり注意報が発表されるといったような、ことにまたつながる可能性がありますので、この辺りはですね、しばらくの間、この地震活動、地球の活動について注意する必要がありそうです。最新の地震情報や津波情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。